ません、今週と来週のカップランチの中空いてますか？僕は文教学院大学に通う大学3年生。今日僕のルーティンであるチャットランジの様子について紹介していくよ。ここが僕のいつもの定位置。いつもここで自習をしているよ。見かけたら声かけてね。そろそろ時間になったからタイマーを受け取りに行くよ。受付をしているこの方は小川さんで、小川さんが休憩の時は佐藤さんが担当しているよ。二人とも優しい人だから気軽に話しかけてみてね。タイマーを受け取ったらチャットパートナーのところへ行くよ。今回僕が喋るチャットパートナーはシリア出身のジアドさん。とても面白い方で、なんとこの学校でも英語を教えているんです。そしてこちらの方は荒井康弘先生。よくチャットランジにいるよ。主に日中間でのコミュニケーションを研究していて、なんと僕のゼミの先生でもあります。気さくで話しかけやすい先生だから僕との相性はバッチリ。土佐兄弟の YouTube チャンネルにも出てるから、みんなチェックしてみてね。チャットランジではいろんな国の人から英語だけでなく、スペイン語、中国語、韓国語で会話が楽しめたり、文化に触れたりすることができます。外国語学部の人以外でも文教生なら誰でも使えます。ぜひチャットランジに遊びに来てください。バイバーイ。